どうもー、シーバターでーす。今日は質問コーナー。月収140万の柴田が30歳の男の誕生日に来たっていうのに、安い安いお菓子のプレゼントしか持ってこれない貧乏なキッズたちの質問に答えていってあげたいと思います。はい、ということでまず一発目の質問。チャンネルサトッチ、お前の動画つまんねえ。でも見ちゃうんでしょ。青青、金魚何匹食べれますか。はあ、金魚はペットであって食い物じゃねえだろ。お前頭平気？両 H、 織田信長、泣かぬなら殺してしまえホトトギス。豊臣秀吉、泣かぬなら泣かしてみせようホトトギス。徳川家康、泣かぬなら泣くまで待とうホトトギス。柴田さんも知ってると思います。3人の武将の性格を後世の人が表した俳句です。柴田さんならどんな俳句になると思いますか。泣かぬなら泣かぬなら泣くまで泣かぬなら泣かぬならお前の質問マジでつまらん。次の質問。前勝さん、柴田さんは子供の頃どんなガキでしたか。こんなガキだったと思う理由も含めて2文字で答えてください。死ね。マクソさん、間違いならすみません。過去に柴田さん YouTuber は安定した職業じゃないとおっしゃってたと思うのですが、今回の動画は安定したとおっしゃっていました。何か変わるようなことがあったのですか。おい、お前ら今回も質問がつまんなすぎるよ。おい、お前ら学校で、おい、絶対お前底辺のグループにいるだろう。不良グループとかスポーツができる学校のスクールカーストのヒエラルキーの高いところにはお前ら絶対いないだろう。おい、陰キャラたち、お前休み時間ずっと YouTube 見てんだろ。だからつまんないんだよ。だからおい、お前らの質問があまりにもつまんないから、これから質問コーナーは週1じゃなくて不定期にする。面白い質問なるべく頑張って考えてみ。そうしたら質問コーナーの頻度も上がるから、いいか、お前ら頭使え。ない頭。おい、つまんなかったら質問コーナー二度とやんねえからな、カス。ということで柴田の質問コーナーでした。